第5章オブサーブ遺跡の塔。間違いなく私はね、あ、戦争の鍵だ。これは手に入れてないとこのイベントは起きないんだよね。レリアンス様を助けられるらしい。いやいやいや、しかしゼロはゼロの戦いがあるんだよ。そうな。うん。行ってこいゼロ。俺たちにできないことをやってのけてくれ。返してくれるのか、ついに。よかった。よし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 。このエルベセムの宝珠がね、本当に必要だったんだ。まあ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 。あ、そうなんだ。宝珠を新しく手に入れたのか。すごいな、何個でもあるんだ。行っちまったなゼロ。読む。向こうは向こうでいろいろなことが起こっている。うん。これからオブサーブに向かうのか。パルシス、どんなやつなんだ。巨大な塔の遺跡。聞こえてるだろう、この距離だったら。もうちょっと離れてやれよ。なんか言えよ、お前も。うなずいてばっかりだな、おい。3回うなずいた。行きましょうか。よし、行こう。まずは、お、なんだ。エレメントソード来たなー、ついに。いいものを手に入れたじゃないか。攻撃力上がりすぎだ。フェニックス召喚するの？ついに。素晴らしいな。お、なに？いや、なに？こんな宝箱の近くに。さらにアイテムがあるのか。これは参ったぞ。ちゃんと探索せねばならんような気がしてきた。金貨1000枚。コムラードのへそくりじゃないか、これ。ひんやりしている。バカにしてるのか。何？偉大な父を超えるための心構え。はあ。ここは翼くんの部屋だったのか。いや、ちょっと深いなぁ、このゲーム。そしてさぁ、やっぱみんな正義を持って戦ってるってところが素晴らしいと思わないか。誰一人、誤った行為はあるかもしれない。行動もあるかもしれない。
正しいとは言えないこともあるかもしれない。しかし、みんなちゃんと自分が思う正義に反しないように生きてるというか、ちゃんと最後まで自分の正義を貫いてるんだ。なんだこのゲーム、面白すぎるだろ。お、やっと来た武器屋。売りたいものがたくさんあるんだ。いや、まずもうこのラストブレード売ってしまおう。もう必要ないからな。毒結晶ありすぎじゃないか。こっから先毒を食らうことになるとしてもだ、それでもありすぎると思うわ。精霊の粉があればいいでしょう。まず第一に。ダンダリスはもういらん。それよし、アイテム忘れてた。ヘビーハルバード装備してたわ。お、バトルアックスいらないよな。ヘビークオレルいらないよな。いらないものばかりだわ。掘り出し物なんかあんのかい。いや、俺が売ったやつと、あ、これは俺持ってなかったよな。フリーズの魔法習得。もう完全にヌーンさよならだな。修理してくれ。あ、違う、スイフトブーツじゃない、ヒートアックス。お、これ何屋さんだ。これ装飾品屋さん。素晴らしい。なんだこれ、プラチナサークル。サークル類で防御力アップ。サークルって何なんだろう。ヤシの水か。まあ、買っとこう。買っといて損はないだろう。全然いらなかった。お、白のリング買える。マジでか。買おう。白のリング誰に装備させようか。単純に防御力が上がるとして、ヌーンはもう装備しちゃうな。マーニュピルか。フランク、まあフランクだな。よかったよかった。素早さが上がるものはないのか。防御と運アップ。マニュピルには素早さを上げてほしいんだかな。お？お？ああ、鍛冶屋じゃねえかこれ。きたー。今まで手に入れたミスリル銀を使ってついに新しい装備を作ることができるようになるわ。やったな、始まったわ。時代が癒しの水を手に入れた。よし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 。あとなんかどっかにあったか。なんだなんだ。あ、これなんだ、道具屋さんか。これ道具屋さん？あ、道具屋さんだ。掘り出し物あるかい。ほんとに何もねえな、おめえんとこはよ。特別な仕入れもないか。さあ、じゃあちょっとしんみりした空気なんですが、気持ちは晴れ晴れというか、
ここから大きな仕事をしたいと思います。それは一体何か。厳選さあ、厳だマジ。なんで俺が厳選なんかしなきゃいけねえんだって。俺はね、ポケモンもそう思ってたんだけど、なんで厳選までして強くならなきゃいけないのか思ってたよ、思ってた。だけど厳選しなきゃいけないことがあるんです。それは何か。このゲームにはミスリル銀っていう特殊なアイテムがあるんだ。なんて言うんだろうな、ドラクエでいうオリハルコンみたいなもんなのかな。このミスリルっていう道具を使うと、この鍛冶屋に渡すとね、それに合った装備を作ってくれるんですよ。まあ、それに合った装備というか、例えば翼くんがミスリル銀を渡すと、翼くんに合った装備を作ってくれるみたいな。でミスリルのかけらは、なんだっけかな、まああれか、装飾品というか指輪とかそういうのが作れるんだね。じゃあ作りますか。こっから大変なんだわ。頼む。まあ、ダンタレス。12000?マジで言ってる。5人分しか作れないじゃないか。ここまでどんだけお金貯めながらやってきたと思ってるんだよこいつは。足元見やがって。まあしかしこれは、ここで作った装備は最後まで持っていける装備だから、どうすっぺ、どうすっぺが。まあやってみるか。じゃあ主要メンバーのだけ厳選して作っていきましょうか。よし、あんた気に入った。すぐ取りかかるぜ、すぐ取りかかってくれ。これ一回出て戻りゃいいんじゃなかったっけ。これでいいはず。ほんと一瞬で作ってくれるかな。ゲイルランス、ゲイルランスはまあ、攻撃力も上がるし素早さも上がって素晴らしいんだけど、どうしようかな。ゲイルランスか。リセットだな。めんどくせえよ。いや、わかるよ、わかる。言いたいことはわかるよ。めんどくせえって言いたいんだろ。いや、もうほんとその通り。で、これ確率っていうのがあって、強い武器ほどできにくいんだよ。だからマジでめちゃくちゃやり直さなきゃいけないマジでめちゃくちゃやり直さなきゃいけないんだこれ。でも俺はやる、妥協しない。ランスはホーリーランス、もしくはドラグーンランスが出るまでやる。いや、できればホーリーランスかな。ホーリーランス作ってくれ。ホーリーランスを作ってくれ。頼む。頼むわ。もう容量が持たねえんだわ。収録の、データの。おぉ！来たー。やったぜ。2回目で引いたわ。やべ、ここじゃない。これ誰もいねえとこ、興奮して誰もいない家に入っちゃった。よし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 、いいぞ。こんな感じでトライ&エラー、セーブ&リスタート、厳選して装備を作っていきたいと思います。動画の容量上ですね、残念ながら早回しってなんだ、早回しもできないので、もう全部の装備できるまでカットでいいかな。いいよね、誰が見てんだこんなの。マジで本当に2時間ぐらいやると思いますので、ちょっとカットします。では最強装備が出来上がるまでカットと。いやーマジで本当に
頼むわ。頼むわ。ドラゴンアックスを作ってくれ。なあ。頼むわ。ドラゴンアックス。ドラゴンアックスね。ちょ、疲れた。疲れた。ああ。ああ、頼む。おいボケーカス。しゃあ。最高だぜ、あんた。ああ、このヒートアックスはブレイズレベル2要因としても使えるから、まだまだ利用価値はある。そしてドラゴンアックスの強さですよ。いやー、よかったよかったよかった。14回くらいリセットした。こんなに出なかった。びっくりした。マジで偏ってんなー、テーブルって思ったわ、今。よしよしよし。次次。エルダー、なんでもいいな、正直エルダーは。1万千高い。なんでオブライトあんなに安かったんだ。エルダーだったら別になんでもいいな。何が出るかな。ソニックウィングいいんじゃない？防御素早さ、そして反撃もプラスするやつだよね。え、いいんじゃない？さらに必殺技も覚えるし、なんか全然ソニックっぽくないけど、シルバーウィングの方がソニックウィングっぽいけど、まあいいでしょう。いいじゃんいいじゃん。俺いいぞ、調子いいぞ。あー、どうしようかな。もうお金的な問題もあって全員分は作れないことは分かったから、とりあえずアイテム一旦預けよう。こんなに持ってなんかかわいそうな子に見えてきたわ。とりあえず翼くんはこのエレメントソードがあるし大丈夫です。昔からそうなんだよね、不遇なんだよな結構。マスキュリンもいいよ。マスキュリンもさっき手に入れたばっかりだし。グレイスもいいや。グレイスもいい。ヘイワードだな。いや、間違いなくヘイワード。アイリンどうするかな、ちょっと考えさせてくれ。アイリンは、ナックル系でしょ？あ、違う、グラブ系でしょ？スパークグラブってのがあるんだよな。まあ、あったらいいけど、それはいいけどさ。まあ、いいか。いらないね。まあ、いらないことはないわ。で、シルバリーは、一旦置いといて。カーン。カーンどうする？カーン今休養中だったな。ちょっと預けよう。ヌーン、ヌーンもちょっとすまん。ジャスティスすまん。ホストすまん。マジか、そのお金こんなにかかると思わなかったんだ。みんな許してくれ。フランクもミスリル苦労があるからいい。もうミスリルで作った苦労があるから。あとはマニュピルとアイリン作る？アイリン作っちゃおうか？ダークマター作っちゃおうか？ダークマターはもうほぼ最初からシバルリーに使おうと思ってたから。ダークマター2つあるんだけど、この世界に3つぐらいしかないんだよね、確かね。1つは、ハルバード。1つは、刀に使うってもう最初から決めてた。よしよし。ちょっとアイテム売っちゃおう。そこのしがない道具屋さんにいらない武器を売っちゃうけど、まずヘビーランス高い。おっと、これ3人分作れるんじゃないのこれ。
ヒータックスは売れない、シルバーウィングも売っちゃう。いいんじゃないか。ミスリルのかけらもあるしさ。まあ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 、ちょっとミスリルのかけらに関してはノーセーブノーロードでいきたいな。まあセーブ。いやマジでさ、マジでもう1時間半ぐらいやってんだよこれ、この作業。頭おかしくなる。一応休憩は取ってる途中で、頭おかしくなるなと思って。このロードするたんびに教会の音聞かされるとさ、やっぱね気が狂うよ。オブライトのドラゴンアックスだっけ、あれ死ぬほど時間かかったな。ウィングは何でもいいと思ってたし、一番いいと思ってたソニックウィングが来てくれたしね。じゃあまず、まずというかマニピル行こうか。高えんだよおめえ、バカなんじゃない。どんどん高くなってくんだけど、ふざけてんなマジで。なんでオブライトだけあんな安かったんだ。じゃあマニピルはアンカー系でしょ。なんでもいいな。あー、一つはグラビティアンカーだ。グラビティアンカー頼むわ。頼むぞ頼むぞ、グラビティアンカー来い。もしくはクラッシュアンカー。グラビティかクラッシュ、いやできればグラビティ頼む。なんなのよ、どうしたのよ。妥協するか。クラッシュアンカーは攻撃力は高くはないんだよ。攻撃力は低いんだけど、その代わり必殺技が出やすいんだよね。うん、いいんじゃない、いいと思うよ。クラッシュアンカーにしようや。やっぱ必殺技見たいもん。よしよし、オッケーオッケー。あー、あとじゃあもうついだだ作っちまおう。ハルバードのイビルハルバードだっけ。いくらすんの。高すぎるよおじさん、おじさん高すぎるよ。あ、アイリンは安い。よし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 、そしたら作れるわ。全然お金足りてる。じゃあこれはダークマターでシバルリーの装備を作っちゃおう。これダークマターは呪い効果がついてる代わりに、まあ、超絶な攻撃力を持ってると。でプラスして素晴らしいのが、いやいや違う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 、ミスはないんだ。ミスがないというか、必ず求めてるものを作ってくれるから。シバルリーは呪われてしまった。めっちゃ怖い曲鳴らすなマジで。うん、いいね、呪われてるけどいい。シバルリーは呪われてるぐらいがちょうどいいまである。で売ってしまおう。いいじゃないか。ミスリルのかけら使いたかった。やべえ、ちょっと待ってくれ。ヘイワード、アイリン諦めよう。ちょっとヘイワードの装備を作らなきゃならない。お、いいねー。よかったよかった。月光の矢が欲しかったんだよ。もうこれで所持金は底をついた。アイテムをすべて片付けてこよう。いやー疲れた。もういいです。お金が余ったら他のこともしたいんだけど、とりあえずはいいですこれで。
大丈夫です。もう疲れて何のやる気もないわ正直。ヌーン、ちょっとすまないが一旦ベンチにいてくれ。アイテム整理しよう。これヒートアックスってどうなんだろう。ペンに持たせとけばペン使ってくんないのかな。ダメかな。やっぱり転職してないと使えないとかなのかな。転職してないと使えない系装備って結構ありそうだな。そう考えると、まあ使えなかったら使えなかったでいいでしょ。ちょっと完全に疲弊してますけど、記録しよう。シバルリーはね、確かにハルバードは強いハルバードあるんだけど、まあ今になって悩んでるんだよね。もう作っちゃったんだけど、まあ、正直次に誰か入れ替えるとしたらシバルリーなんだよね。それはちょっとやっぱこのメンツだと決定事項かな。フランクがこれほど使えるやつとは思わなかったし。そうね。だからシバルリーは、まあ、後半にも活躍できる場があるので、その時のためのイビルハルバードという感じですよ。まあ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 いいんですよ。さあ新生翼くん、試し切りの時間だわ。完全にここ試し切りのためのエリアだからね。全然もうそのストーリー上これいらねえんじゃねえかっていうレベルだから。アイリンはちょっと作れなかったな、申し訳ない。いや代わりにエルダーは作ってるから期待しましょう。翼くんの攻撃力にも期待、オブライトも期待だな。みんな期待できるわ。で今回ちょっとやりたいことがたくさんあるので、まあちょっと小出しにしながら説明していきますと、まずはヘイワードのレベル上げ、それを早急にやりたい。でどうやってレベル上げるかっていうと、ちょっと待っててね、今分かるから。お来た、効かないんだな。もう今までのエルダーだと思って攻撃したら効かないんですよね。シバルリーは食らうんですよね普通に。攻撃力はバカ高くなったけど、それ以外何も上がってないから。お攻撃力届くじゃないか、見してくれマニピル。ああ強くなってる、お見事。ただまあ一撃ではないよなさすがに。えちょっと待ってくれ、相手体力何だ、あと10ぐらい残ってたか。ああ10じゃダメだ。使えるんだろうかヒートアックス、使っても効果がない。ここでは効果がないって意味だったら嬉しいんだけど。おいがんじがらめだぞこれ、どうなってんだこれ。これなんか宝箱あったっけ。宝箱あった、あああるな宝箱あるね。ここら辺なんかあんのか。もう正直さ、ミスリルギンとかならいらないんだぞ。わっあるわ。
ミスリルのかけら、マジでいらねえ、もうもういらねえぞ本当に。いやもうこれいいよ、いい、翼くんの番でもないな、といってグレイスの出番でもないんだが、マジでやることないぞこれ。ちょっとごめんね。ヘイワードは経験値は35か、まだダメだな。フリーザーロー倒しちゃうんじゃね。おー、さすがよくわかってる、誰をレベル上げなきゃいけないかわかってんだ。オブライトは新しい装備、ドラゴンアックス、一撃じゃないか、44って素晴らしいな、マジで。ウォー、強っ、ナチュラルに強いじゃないかお前、特に何か開けたわけでもないのに。シバルリーはまだ出番じゃない、そんなこと言ってて死んだら怖いな。あれなんだ、あれリザードマンか、ちょ存在に気づかなかった今。カウンター強っ、強すぎるだろカウンター、引くなマジで、なんだ今の、やめろよ翼、やめろよ、よしよしよし、余計なカウンターほんといらんからな、やめろって言わないとやりそうで怖くて。さあペン君、レベル上げの時間だ、ペンキック、何ダメージ、おお8ダメージも食らわせられるじゃないか、それあと何回もやろそれ、それ10回やろそれ、頼むわ。何も見つからなかった、そっち側からでも探せたのか。ダンタレス正直やることないな、ダンタレスのあのホーリーなんだっけ、ホーリーキャンベルじゃなくて、あの装備はすごいことに3回復するんですよ。ウォー、強い、強すぎる。ああ回復しようか、あオーラでもよかったかもしれないな、いいね、うん。しかし白の指輪を装備したフランク、この硬さである、全然効かねえなマジで。さあちょっと攻撃力見せてくれ、シバルリーよ、余裕54、一撃必殺、余裕すぎる。カウンターで倒したんじゃない、おー、へいへい、ピッチャービビってるよ、マニピル決めてしまえ。まあ必殺技がね、まあ、そうそう出るもんじゃないからあんまり期待しないとこ、期待しすぎるのは逆に酷だ。で使えるのかヒートアックス、あーダメかーヒートアックス、あーじゃあどうする、じゃあヒートアックスはそうだな、マニピュルに渡しちゃおう。これでマニピュルも魔法が使えるとなるとかなり戦力としては、あやべ忘れてた、もう全然倒せたじゃないか。レベル上げするの忘れてた、もうでもしっかりレベル上げしていきたいからな、ここは。覚悟
ランスチャージ。うう、強すぎる。向かうところ敵がなすぎる。あ、ワイバー、変な敵が来たぞ。もう突っ込んでいいんじゃないかこれ。倒せるだろこれ。うわ、図に乗ってる。フランクが図に乗ってる。あーまずい、フランクまずいんじゃないかあれ。ヘイワードは後ろを頼む。フランクの図に乗り方やばいな。リザードマン倒してくれ。うわー、倒せはしない、倒せはしないが、あ、下がってった。へえ、下がるんだ、強っ。え、なんで下がるんだあいつら。まだ後ろにあんのか。まあ、下がってってくれると思ったらここは強気に攻めていいってことだね。よしよしよし、まあ、これぐらいの体力の減りは大丈夫でしょ心配なんだが。どうだリザードマンの攻撃は。おお、あのフランクに7のダメージ。これ死んでたんじゃねえかこれ、下手したら。大丈夫か、一撃倒してくれ、頼むぞ。うわ、それでもこの威力か、致し方なし。で、あとちょっとになったら持ち物使うエルベセムですよ。完璧な流れ、いいね。ガンガンレベル上げてこう、ペン。もうここでレベル10にしてもいいんじゃないか。始まったな俺、余計なこと言ったな今完全に。こうなると俺もうここでレベル10にしないと気済まなくなるぞ。余計なこと言ったな完全に。もう絶対ここでレベル10にしよう。誓った、誓ってしまったわ。全員レベル8以上、そしてペンはレベル10にする。いいだろう、もう決めたからな俺は。てこでも動かんぞ。ソニックウェブ、すげえだ。何、何体出てくんだそこ。ブラッドボーン、ていうかシバルリーやばくないか、大丈夫なのかあれ。おい来いよ、ワイバーンが来なくてつまらないんだが。向こうはどっちでもいいけどな。少しでもレベル上がりそうなリザードマンにするか。よーし、パワーアックス落とした。もうアックスいらないんだ残念ながら、あまりに余ってる。こんなに余ることあんのかってぐらい余ってんだ今アックス。出たメガチャージ、皆さん初お披露目。ついてついて蹴る、76ダメージで、恐ろしいな。やっぱ瞬間最高火力的なものがもうだいぶ違くなってきてるな。あ、まだ倒せないか一撃で。確かに苦手というかまあ不利な組み合わせではあったけど。出たデスゲート、これですよ。ちなみにあれ即死効果です。まあ確かかっ、うわしゃっくり止まんない。確率での 即死だから死なない場合もあるんだけどね。あれがデスゲートですよ。おうおうおう、やめてくれ、
シバルリーが死んでしまうよ、そんなことされたら。もうすでに呪われてて死んでるようなもんなのに。来たな。飛んで火にいる夏の相棒。語呂が悪すぎてもう頭にくるな。殺してやるか。まあ、JK でしょ。あー出た必殺ハンマースロー。うぅー、なんだかよくわかんないけど強え。んー、やることないペンね。まあ、それでも攻撃することに越したことはないわけで。エルベセム使いまくろう。こいつはもうエルベセム要員だから。こっから先7ダメージも与えることができるじゃないか。強い強い。ブラッディースピン強すぎる。恐ろしいな。成長が止まらないぜ。アイリーン、ちょっと回復してやってくれ。そこに死にそうな女馬がいるだろう。メス馬が、牝馬がいるだろう。よしよし。あ、何体出てくんだこれ。ブラッドボーン、まあ、何体出てきても同じだけどな。倒すだけよ。ワイバーンガンガン出てくるんだけど。あ、一人大丈夫か、あれ後ろ。これ何入ってんのこれ。マグナグラブ。強い、強すぎないか、ヘイワード。ちょっとヘイワードさん回復しに行く。まあ他の人がやってくれるか。グレイスはやっぱ前線で、前線で回復続けないと。それが君の役目なんだ。光栄の回復はアイリーンで任せとけばいい。お、パワーホイル死んだな。もうオブライトを見失った瞬間終わりよ。飛んだってこう上を覗いた瞬間にもう終わりだから。お前の負けは決まっていた。あ、出た。これが呪いの恐ろしさ。3回に1回ぐらいは動けないんだわ。やばいよな、3回に1回って頻度高すぎる。それだとカウンターで倒す。ついにエルダーがカウンターで敵を一撃必殺にするなんて。昔のエルダーを知ってるやつだったらなんて言うだろうな。待ち合わせしても会えないんじゃないか、もしかして。おう、まさかのヘイワード無視作戦か。あいつファイアーブレス、まあまあのダメージ。どこ行く、どこ行く。ないないない。ロケットパンチ。うん。あ、こいつ一生やらせてくれるの、これ。一生やらせてくれるんじゃないか、もしかして。一生ここで経験値稼げるぞ。特にペンペンなんてもう水を得た魚のようだ。倒した。完全に養分溶かした。養分溶かしたブラッドボーン先輩。メガホイール
何ダメじゃ。うわ、63。あのワイバーンも一撃でほふるのか。やるな。もうそういう域に達してるってことだな。もう行っちゃおう。ウォー、我慢できなかった。効かん。なんのこっちゃ。ヘルブラストレベル 4! 減る。危ねえ技持ってんなぁ、マジで。フランクが身代わりになってくれてよかったわ。ここもレベル上げ使えるなぁ。あそこにヘルダー立たしといてもいいなぁ。大丈夫っしょ。なんだって危な。勘弁してくれよ。来た来た。飛んで火にいる夏の虫だ。これ一体何をしたいのかというとね、まぁ、ちょっとおいおい説明はするつもりなんだが、今はちょっとその時ではない。さあペンギンよ、宝珠を使え。蹴散らせ。いいね、ペンギンが輝いておる。来たわ、エイワード。何をするかというと、装備使う。月光の光を使うと強戦士と化すんですよ。これがやばい。強戦士と化すとこちらの操作は受け付けない一切。だけど強戦士と化してる状態で敵を倒すとめっちゃレベル上がるんだ。確かそう。昔からのシステムが導入されてるんであればそうなるはず。ならなかったらごめん。当然の強さだ。帰ろう。お、行った。倒したな、これは完全に。行ったんじゃない。そしてね、レベルも上がるが、そんなでもない。あれおかしいな。あれ仲間を倒すだっけ。ちょっと思い出せないんだが。いいね、みんな順調すぎるな。何も文句はないわ。帰ろう。フェニックスも使いたいしな。いずれだな、いずれ。よーし、ちょっと長くなりそうだから録画は止めるけども、こっから先はじゃあレベル上げしましょう。きたー。あー長かったー。よーっしゃー。帰るぞ。一旦帰ろう。もうええ、もうええて。いやー疲れた。疲れましたよ。頑張りましたよ。みんな強くなりましたよ。いやー聞いてくださいよ。これねー、ワイバーンですよ。ひたすらワイバーンを狩るんですよ。
それでなんとかレベル10まで来たわ。めちゃくちゃ疲れた。もう本当に長いこと無言でやってたけどね。ツイスターとかってもうこんなんもない、こんなんもないよ。本当掛け声に合わせて掛け声を言うなんていうこともない。ただひたすらに攻撃をし続ける。天地爆砕、最強かよ。最強ですよ。マジで疲れた。スパークレベル2殺せ。早く翼くんのターンにしてくれ。そして帰らせてくれ。毒消しとなんかいらん。いたー。いやー疲れたー。転職、転職。グレイス2段階目とかないんだもんね。残念だわ。ペンギンがフレアペンギンになるわ。攻撃力がぐんと上がってるわけでもなく、ただ素早さはぐんと上がったな。あー疲れた。どうすかな、どうするかどうするか。そう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 。ん？アイリンとシバルリーのやりますか。あやべ、レベル上げ終わったと思ったら今度は装備の厳選ですよ。シバルリーとアイリンの新しい装備。シバルリーは確かにイビルがあるんだけど、使うことによってスパークが放てる、そんなハルバードがあるらしい。じゃあアイリンからスパークグラブ頼むぞ。いや金すぐ貯まったな。頼むぞジジイ、頼むぞ。ああマッスルグラブって今装備してるやつよりも弱い。ああやり直す。